それではお待たせいたしました。ここで東京ヤクルトスワローズファン感謝デー2019選手の入場です。それでは今シーズンを戦い抜いたスワローズの選手たちをご紹介していきましょう。さあ皆さん盛り上がっていきましょう。背番号00の奥村信之、背番号00の藤井亮太、背番号1山田哲人、背番号3西浦直道、背番号5川端慎吾、背番号8中山翔太、背番号9塩見康隆、背番号10荒木貴博、背番号12石山太一、背番号13中尾光、背番号14高梨博俊、背番号15大下優馬、背番号16原樹里、背番号18寺島直樹、背番号19石川マッサモリ、背番号20近藤克樹、背番号22倉本春隆、背番号23青木宣親、背番号24星智也、背番号26坂本幸四郎、背番号29小川康弘、背番号30西田明久、背番号31山崎幸太郎、背番号32松本直樹、背番号34山田博樹、背番号36井岡大志、背番号38梅野雄吾、背番号39宮本武史、背番号40市川優太、背番号41雄平、背番号42坂口智隆、背番号46太田健吾、背番号47高橋圭司、背番号49渡辺大輝、背番号50上田剛、背番号52中村雄平、背番号53五十嵐亮太、背番号54中澤雅人、背番号55村上宗隆、背番号56鈴木雄太、背番号59大村はじめ、背番号61久保拓磨、背番号62香川健吾、背番号63伊野卓、背番号64風張蓮、背番号65田代翔太郎、背番号67平井亮、背番号68山中博文、背番号117松本優、背番号118内山大志、改めて2019年シーズンを戦い抜いたスワローズたちのこの選手陣ですね、毎一度大きな拍手を皆さんお願いいたします。それではここで東京ヤクルトスワローズ
中村竜平選手会長より1年間ご声援をいただきましたファンの皆様へご挨拶をさせていただきます。中村選手会長お願いいたします。今日はお忙しい中、2019年東京ヤクルトスワローズファン感謝デーにお越しいただきありがとうございます。また、今シーズン1年間、熱いご声援本当にありがとうございました。今年は、ファンの皆さんの期待に応えられるような成績が残せず、本当に悔しい思いをしました。この悔しさを来季から、高津新監督のもと巻き返せるように、シーズン一丸となって、頑張っていきますので、来年も熱いご声援よろしくお願いします。今日は、ファン感謝デーということで、普段なかなか選手と触れ合える機会も少ないと思いますので、今日一日、目いっぱい、楽しんでお帰りください。それでは今日一日、よろしくお願いします。ありがとうございました。中村竜平選手会長よりご挨拶でした。ありがとうございました。以上をもちまして東京ヤクルトスワローズファン感謝デー2019オープニングセレモニーを終了いたします。本日はこの後盛りだくさんのイベントたくさんご用意しています。ぜひファンの皆さん楽しい一日にしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは投手の皆さんは一塁ベンチ、野手の皆さんは三塁ベンチへご退場ください。さあいよいよ年に一度のファンにとってはたまらない小鳥さん一日が始まりました、はい、そうですね。もう雨は上がってね、はい、もうこれからもうどんどん気温も上がってきますからね。そうですね、はい、ここも良くなってきます。暖かい一日になるという思いもあります。さあそして杉原さん、はい、今日は参加者でデビューということになります、はい、何が一番こう楽しみにしているイベントですか。いやもういろいろ今まで試合では見られなかった姿を見ることができるというのが、はい、やっぱりこのファン感謝デーならではの曲だと思ってますので、はい、こちらを楽しみにしています。杉原さん普段野球の番組が MC をされているので、はい、おそらくそういうね勉強した部分というのが今日は出てくると思うので、ぜひ発揮していただいて、はい、頑張っていただきたいと思います。頑張ります。よろしくお願いします、はい。そしてパトリックさんはいつもこうスタンドからね、はい、声援を送ったりメッセージを送ったりという感じでお仕事されてますけれども、はい、どうなんですか、スタンドから見るこの選手たちですか、はい、そうですね、やはりね、今年はやっぱりスワローズ、苦しい時もありましたけども、絶対こう諦めない、最後まで諦めない野球っていうのがね、フィールドからスタンドに伝わってきて、なるほど。それでもうファンの皆さんもね、もう本当に最後の最後までもうポジティブ応援でね、盛り上げてくれていた、はい、まあ、そういう印象が残りますね。特に各球団いろいろグラウンド私も取材に行きますけれども、スワローズのファンは、ね、あったかいんですよね。で神宮ですとライトスタンドがこう黄色ですか、はい、黄色か、まあ、こういう緑か、はい、緑ね、こういう蛍光緑一緒に染まったりと、はい、一体感があってね、選手たちに力を与えてるなというふうにも感じるんですが、杉原さん、はい、これ下にずり一番今日見たい選手誰ですか。お選手一番今日期待している選手スマホ選手じゃない山田哲人選手で、山田選手期待という、はい、今日山田選手のイベントを出てきます、はい、履正社の OB が集まっているオーションを、はい、今日はやります出てきますので、ぜひ楽しみに、はい、でも本気で見ると内外や徐々にお客さんの数も増えていくということですよね。3万人もしかしたら入るんじゃないか、いやもっと来るんじゃないですか、もっと来る、その中で試合ができる私たち、非常に感動的なシーンを迎えていますが、ではそれでは次のステージの、ね、準備が整いますので、皆様にはこちらの映像でお楽しみいただきたいと思います。神宮球場フレッシュです。